土地活用を成功させた実例の真実に迫る土地活用ラボニュース。解説は資産活用に詳しい税理士の瀬戸口秀隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今回ご紹介するのは相続した施設をより収益の上がる資産へと転換させた実例です。なぜ事業転換しようと思ったのか、成功への道のりは。群馬県高崎市、幹線道路に面したこちらが今回の実例です。およそ1900坪ある広い敷地には大型のドラッグストアとゆとりのある駐車場、日用品や食品も扱っており、地域になくてはならない人気店となっています。しかし平成26年に完成する前は40年以上続くゴルフ練習場でした。なぜ事業転換したのか、長年オーナー様をサポートしてきた税理士の川野さんに伺いました。やっぱりゴルフ人口もだんだん減ってきている中で、施設も老朽化してきてですね、収益性が非常に悪くなっていた。それとそのお父さんが亡くなった時に、まあ、私が税理士の立場で相続税の申告というのをやらせてもらった時に、この土地の評価が極めて高い評価額にならざるを得ないという状況があって、で固定資産税も結構高い立地の場所でしたから、固定資産税を負担する意味でも収益性の上がる物件というのを、相続人に提案してきたというのがもともとの出発点でございます。収益性の向上と土地の評価額を下げること、その課題を解決するため川野さんはテナント誘致を提案しました。貸店舗であれば、その相続税の場合の土地の評価が一定の割合で下げられるという決まりになっているもんですから、やがて来るであろう相続税の方の対策としても今回提案した理由の一つには挙げられるかと思います。しかしテナント誘致にあたっては、信頼できる企業を一社に貸したいというオーナー様の希望がありました。この広い敷地を一社で使い切る企業はあるのか。誘致を成功させたのは大和ハウス工業でした。これだけの規模で展開されてるお店っていうのは少ないのでピンときましたね。大和ハウス工業は道路沿いの店舗を中心にこれまで3万8000件もの商業施設を手掛けてきました。テナント誘致を成功に導く強みとは。現場にいる営業の一人一人が直接テナント企業の店舗開発担当者から直に出店の要望を取得する。弊社の本部とそのテナント企業様の本部同士も定期的に打ち合わせを持ってますので、間違いのない情報で地権者様、あとその店舗開発の担当者様と打ち合わせできますので、そういったところがうちの強みだと思いますね。敷地にはオーナー様の要望で個人事務所とお子様家族の自宅も同時に建築、大和ハウス工業がお手伝いしました。いろいろなうまい使い方っていうのをご提案できて、そのまま形になったので非常に嬉しいです。はい、思い切った決断が実って本当に良かったですよね。そうですよね、さて瀬戸口さん、気になるのは土地活用による税効果などですが、今回のケースで言いますと、当初固定資産税も賄えないという土地なんですよね。でそこにいわゆるロードサイドビジネスを建てて、収益が長期に安定して入ってくるということで、まあ、固定資産税を賄うどころか逆に、手元にキャッシュが残るということで、収益の面で大きなメリットがあるということですね。そうですね。相続税の面ではいかがでしょうか。店舗の建物ですねにつきましては固定資産税評価額、これは貸し屋っていうことになりますので7割の評価、だから1億の物件で建物であれば7000万円の評価で済んじゃうと。それから土地につきまして、いわゆる店舗付きですから貸し屋建て付け地という評価が使えますので、そうするといわゆる相続税の評価非常に圧縮されるということで、これも将来の相続対策になるんじゃないかな。収益面でも税金面でも大きなメリットがあるということですよね。そうですね。瀬戸口先生ありがとうございました。ありがとうございました。立地特性を考慮することが成功する土地活用の第一歩です。詳しくは大和ハウス工業にご相談ください。